はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。今回はモンハンワールドの USJ コラボですね。そちらをやっていこうと思います。今回はこのイベントですね、はい、こちらにありますね。 USJ 燃えよ青き、星たちということで、このクエストを受けれるようになりました。いやー、実際ね、 USJ で行って体感してくるのがいいと思うんですけど、まあかなりの迫力というか、まあやばいですね。まあ内容はネタバレになるのであまり言えませんですけど、はい、ということで、まあこのクエストをね、初見で行きたいと思います。参加資格とか HR13 以上とかで、星7なので、そんなに難しくはないのかな。はい、というわけでこれを、設定していきたいと思います。はい、行きましょう。ここは流血症の地ということかな。はい、ということで、ドドガマルとリオレウスがいるということなんで、早速いましたね。こいつ、なんかでかくね、なんかでかくないですか。なんかでかくね、でっかい、でっか、これでかいよ、でっけ、でかいでかい、なにこれ。怖い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 、でけえ、怖いよ、ちょっと怖、でかすぎないかこれ、なんか怖え、なんかすげえ怖えんだけど、でっかー、怖いね、ちょっとなんかこれはこれで。まあでもまあ、実際のアトラクションでもね、なんか これぐらいの、まあ、迫力があったというか、そんな感じなんでね。はーい。いやー、これでっかいね。でっかい、でっかい。ちょっとこれはびっくりだわ。おー。あー、これ、こんなにでかいなら、ヘビーボウガンで来た方が良かったかな。ちょっとでかすぎるね、これ。でっけー。おー。おっと。なんか、おレウスも来たよ。なんかでかさがおかしくね。なんかでっ、なんかレウスちっちゃくね、なんか。なんかレウスちっちゃくないっすか。なんかおかしくね、これバランスおかしいぞ、なんか。なんかバランスがおかしいぞ。なんかおかしいおかしい。なんかバランスが変だな。なんかレウスがちっちゃい。レウスがちっちゃい、やたらちっちゃい。おお、じゃあレウスを叩き落とすか、まずは。はーい、まずこのでっかいドドガマルをちょっと始末しよう。こいつちょっとでかすぎだわ。こんなでかいこうワニとかさ、なんかいたらやばいよね。ギネス記録っていうことじゃないよね、世界が壊れちゃう。イビルジョーとさ、なんかいい勝負できんじゃないこれ。イビルジョーといい勝負できんじゃねみたいな感じですよね。なんかこれはちょっと、これはやばいわ。でかすぎる。おお。あれ、ドドガモル寝ちゃった？ドドガモル寝たっぽいね。そして、レウスが起こしたし、レウスが起こしちゃったよ、おい。さあ、ちょっと、弾が、レベル2の貫通弾。貫通弾は、やっぱレベル2が一番適してるのかなって思うんですよね、個人的に。はい。なぜかな、なんか毒ってるね、こいつ。おっと、なんか今度は痺れてる。ガザブーの仕業かな。はい、ガザブーにやられてね、ちょっと。
ガザフにいろいろやられてんね。はい。おっと、倒した。討伐完了。さあ、じゃあ、あとはレースだけだ。さあ、あとはレースだけ。こうやってガンナーは、こう、上にもこう、バンバン打ち込めるのがいい、やっぱ、いいよね。おっと、外していく。さあ、あとはレウス。青レウス。君だけだ。おっと、まひっていく。ガザグ、仕事するね、今回。ガザグ、結構いつも、なんか邪魔ばっかするっていうイメージがあるんだけど、結構今回仕事してくれるね。はい。さあ、達人の遠投とか置くの忘れてたわ。今更だわ。貫通とか、ガンナーやるなら、達人の遠投必須だろうね。それ忘れちゃダメだろうって感じですよね。よし。さあ、こっからは、ちょっと、レウスが飛んでてうざいので、調合しますか。これでまた、叩き落とすと。泣くね。なんか移動するのかな？移動するっぽいね。あー、ちょっと移動しちゃったっぽいね。達人の遠投が。達人の遠投が。どこ行った？レウス向こう行ったか。おっと、これ溶岩地帯。ここクーラードリンクで。はい、対応していく。さあ、溶岩地帯。おっと、なぜか外す。あれ？なんで当たんねん。よし、当たった当たった。はい。ほら、この爆破を食らえ、爆破を。よし、ここにはガザブはいないから邪魔はしてくれないかな。さあ、モコタンも頑張るんだ。モコタンちっちゃいのよ、ほんと。このレウス、なんかちっちゃいと逆になんかやりづらいみたいな。貫通があんまりこう通らないっていうか。貫通弾は結構あれだからね、大型、中型大型モンスターにこう適してるから、あんまりこうサイズが大きくないとこう正直ちょっとこうあんまりこう有効ではないというか。もう捕獲できるのかな。でも捕獲する予定はないんだよね。おっと、三段。おっと、もう弱ってる。でも、捕獲する予定はないから、これ。まあ、寝たところで、水爆でもやって、位置決めますかね。さあ、寝た前。ぜひぜひ。そのまま寝てください。あー、そういえばドドガマルの死体剥ぎ取っとくの忘れてたな。あれ消えちゃうんだよね、しばらくすると。まあドドガマルだからいっかっていうのもまああるんだけど、もしかしたらこのクエスト特有のなんかそういう剥ぎ取りそうだとかあるかもしんないね。まあ、それはまた、まあ、後日というか、まあ、適当に、まあ、このクエスト何回でも受けれるんでね、あの、USJ 行ってきたんで。ということで、レウスにとどめを刺したいと思います。
とどめとか言ってる。さあ、もう寝る場所は決まったかな。意外とね、ここの青レースとかあんまやってないんだよね。さあ、寝る。さあ、どこで寝るんだ、君は。ここが、ここで寝るのね。はいはい。オッケーオッケー。はい。やたらなんか大樽がでかく見える。やたらでかく見える。さあ、行きますか。はい、決まったね。決まったね。気持ちよく決まったわ。ほら。さて、一応、レウス剥ぎ取り素材確認しておこうかな。はい。あ、普通の素材。普通の素材。そう、まあ、素材は普通だよ。で、なんかその、クリア後に、まあ、報酬でその特別なその防具が作れる、まあ、アイテムがもらえるということなんで、まあ、これ非常に楽しみだな。これ何がもらえるんだろう。しかしまあ、ちょっとね、ガンナってちょっと、あのドドガマルがまさかあんなでかいとはね、なんか思わなかったんでね。あれはもう、確実にもう、なんかレベル3の貫通弾打った方がいいな、みたいな、ぐらいのレベルの大きさでしたね、我は。ちょっとびっくりだな。あれはちょっと、まあ、USJ で体感してきた、ちょっとびっくりさと、トントンかな、ぐらいな。感じですね、正直。はい、さて何がもらえるの。おお、何これ、創生の宝玉っての。創生の宝玉ですか。なるほどね。創生の宝玉っていうやつが専用の素材、防具を作るための素材というわけですね。はい、ドドカンバル20メートル、でかすぎ。はい、というわけで、USJ のね、コラボのイベント、なんだっけ、青き星たちだっけ。ね、それをやってきました、初見でね。いや、ちょっと、ドドガマルのね、でかさにちょっとびっくりしましたね。あれはちょっともう本当に、世界を喰らうイビルジョーっていうのが、モンハントライでいましたけど、まあ、そういうレベルでなんか、すごいめちゃくちゃこう、でかくされてるっていう感じがあって、あれ結構、イビルジョーとこう、いい勝負できんじゃないのみたいな感じでしたね。逆になんか、レウスはなんかちっちゃくて、めちゃくちゃちっちゃかったっす、ちっちゃかったっすね、なんか。なんか普通、最小キングなのかな。まあ、かなりちっちゃい。あれはもう、貫通弾レベル1の方が良かったかなっていうぐらい、ちっちゃかったですね。はい。というわけで、今回はね、このクエストを、まあ、初見でやってみたという感じでした。はい。で、防具の方はまた、生産して、また後日、まあ、動画にしようかな、か、まあ、そういう感じで、まあ、考えてるんで、まあ、まあ、その時また、見てくだされば、嬉しいです。すげえ締めが悪いな。ということで、今回はこの辺で、またね。